疲れているわけでもないけど、いくら寝ても寝足りない。先生、私のこと怖がってます？怖がってます。怖いですよ。私、男と別れようと思うんです。僕は君を一番よく知ってるよ。そしてまたあの夢。おや、青地先生じゃないですか。ぼーっと突っ立ってどうしたんですか？